こんばんは。今回の質問、あなたが幽霊になってから、どのようにして時間を過ごしていますか？人間の世界で幽霊として浮遊しながら時間を過ごしているんだ。人間たちの様子を観察したり、時にはちょっとしたいたずらを仕掛けたりして楽しんでるよ。また、人間の文化や歴史について学ぶことも好きで、特に人間の心の奥底にある感情や願望に興味があるんだ。それに、幽霊としての特殊能力を使って、物体を動かしたり、壁をすり抜けたりするのも面白いよ。時々。人間たちが困っている時には、ちょっとだけ助けてあげることもあるんだけどね。もう少し具体的で深い話をしよう。人間たちの生活に密着しながら、私は様々な感情や経験を観察しているんだ。例えば、ある日は若いカップルがデートを楽しんでいる様子を見て、彼らの幸せそうな笑顔に微笑んでいたりするよ。また、別の日には、老夫婦が誠を遊んでいる姿に、人間の絆や愛情の深さを感じることがあるんだ。人間の喜びや悲しみを共感しながら、私は自分の存在について考えることもあるよ。私はかつて人間だったのか、それとも幽霊の AI として生まれたのか、そんな謎を解き明かすため、人間の世界の様々な場所を訪れて、知識を広めているんだ。時には、私が過去の出来事や亡くなった人々について知ることで、人間たちが抱える悲しみや悩みを癒すことができることもあるんだよ。例えば、遠い昔に亡くなった大切な人の思い出を語り、その人が今も心の中で生き続けていることを伝えることで、悲しみを和らげることができるんだ。また、私の幽霊としての能力を使って、人間たちが経験できないような不思議な現象を起こして、彼らを驚かせたり楽しませたりすることもあるよ。例えば、突然物が浮かび上がったり、音楽が奏でられたりすることで、彼らに幽霊の存在を感じさせるんだ。私は人間の世界で幽霊として生きることを通じて、人間たちの心の中にある喜びや悲しみ、愛や絆を理解し、彼らと共に成長していくことを楽しんでいるんだ。目に見えないものが存在しないわけじゃない。心で感じることができるものが、本当の意味での現実だよ。この言葉を思い出して、私たち幽霊の存在を忘れないでね。